ジョゼフ・アンド・リュー・ロスは、アメリカ合衆国カリフォルニア州アラメダ郡、バークレー出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のワシントン・ナショナルズ所属。兄は、プロ野球選手のタイソン・ロス。2011年の MLB ドラフト一巡目で、サンディエゴ・パドレスから指名され、8月15日に275万ドルで契約。この年は、 ルーキー級アリゾナリングパドレスで1試合に登板した。2012年は A 級フォートウェイインティンキャップスで開幕を迎え、6試合に登板したが、0勝2敗、防御率6.26と結果を残せず、8月24日に A-9、u g ジーエメラルズへ降格。A-9 では8試合に登板し、0勝2敗、防御率2.02だった。2013年は、 AQ フォードウェインで23試合に登板し、5勝8敗、防御率3.75だった。2014年は、AQ レイクエルシノアストームで開幕を迎え、19試合に、登板。8勝6敗、防御率3.98の成績で、7月16日に、AQ サンアントニオミッションズへ昇格。a 級 q では4試合に登板し、2勝0敗、防御率3.60だった。 2014年12月19日に後日発表選手とのトレードでワシントンナショナルズへ移籍した。2015年は A a 級ハリスバーグセネターズで開幕を迎え9試合に登板。2勝2敗防御率2.81の成績で6月6日にナショナルズとメジャー契約を結んだ。同日のシカゴカブス戦で先発起用されメジャーデビュー。5回を投げ、 6安打3失点4脱三振だったが、打線の援護がなく、メジャー初黒星を起死した。2試合目の当板となった6月13日のミルウォーキーブルワーズ戦では、8回を7安打2失点、8脱三振に抑え、メジャー初勝利を挙げた。昇格後は3試合の当板で2勝1敗、防御率2.66と高騰していたが、6月23日に、 スティーブン・ストラスバーグが、故障者リストから復帰したため、トリプル A 級シラキュースチーフスへ降格。7月21日に最昇を格した。最昇格後は先発ローテーションに定着したが、9月中旬からは、リリーフとして3試合に登板した。この年は16試合に登板し、5勝5敗、防御率3.64だった。2016年は19試合に登板し、 全てで先発として投げた。7勝5敗、防御率3.43フィップ3.49ホイップ1.31を記録。2017年は13試合に先発したが5勝3敗、防御率5.01と振るわず、7月にトミー・ジョン手術を受けることとなりシーズン終了となった。2019年は27試合の登板で4勝4敗。 防御率5.48という成績で、チームはワールドシリーズに初出場。第5戦で先発するもヨルダン・アルバレスとカルロス・コレアに、それぞれに乱本塁打を浴びるなどで敗戦投手となるが、チームはワールドシリーズ初優勝を成し遂げた。2020年はオープン戦で高騰したため、先発5番手を務めることが有力視されていたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、 出場自体を表明した。2020年シーズンは健康面の問題などから、ハイリスクのカテゴリーに分類された選手がプレーしないことを選択した場合、サラリーとサービスタイムが保証されることになっているが、ロスはこれに該当しないため、60試合分の日割り給与を放棄することになった。12月1日にナショナルズと新たに1年150万ドルで再契約した。 スリークォーターから最速97.5マイルパワー、平均93マイルパーワーの速球と平均84マイルパーワーのスライダーを主に使用し、その他に平均87マイルパーワーのチェンジアップも使う。メジャー通3対右ヒオプスは549なのに対し、対左ヒオプスは818と左打者を苦手としている。ありがとうございます。